5歳好きに作ったものなんですけれども、これはね、女性用のエマージェンシーバッグになってます。ドラマ日本沈没では様々な、非日常だけどいつか起こるかもしれないっていう、自然災害が、描かれてます。我々スタッフキャスト陣も、撮影の最中はそういう防災の話したりとか、あとは結構私はずっとネットで探したりして、防災グッズたくさん買い込んだり揃えたり、それから点検したりとかっていうのを、してました。今回は、我が家にある防災グッズちょっと紹介してみたいと思います。まずはですね、頭を守る方法、例えばですね、このよくあるのがこの防災頭巾だと思うんですけど、こういう感じ。これは火にも強い素材でできてるんですね。で、これ一応うちはこれもあるし、大人用としてはこんなものを用意しています。これはですね、すごい、細いんですけど、この紐をですね、シュパッとやるとこういう感じ、わかるかな、シュパッと大人がかぶれるようになります。それでですね、頭を守るものって言えば今あったみたいなヘルメットなんですけど、ちなみにですね、ちょっと待ってくださいね、ちょっと防災から外れちゃうとは思うんですけど、これ自転車用のヘルメット、私大人用です。実はですね、大人用もかぶった方が良くて、こんな感じで最近おしゃれな帽子が出てるんですね。リボンついてたりとか、こういう感じで、自転車乗ってます。それでですね、こういった防災用のヘルメットは、実は用途が違うから作りが若干違うみたいなんですね。災害用の、ヘルメットは、上から物が落ちてきたものをから頭を守るような作りになっているんですね。本当に防災として頭を守るっていう観点では、ちゃんと防災用のヘルメットが、もう一個あった方が安心です。よいしょ。これはですね、実は赤ちゃん用の防災頭巾なんですね。これは、0歳、首が、座ったぐらいから使えるとは思うんですけれども、3歳ぐらいまでは使えるんですね。例えばおんぶして逃げたりすると頭が危なかったりするので、こういったものをかぶせてあげるとか、日常からちょっとかぶる練習とかしてみて、あ、これは怖くないんだなとか、すぐ外したくなっちゃったりとかすると思うんですけれども、こういったものが日常から慣れてると安心かなと。そしてですね、幼稚園児ぐらいになったら、こちらのヘルメット、ちょっと今手で隠してるんですけれども、名前をシールで貼ってあったり、あとここにカードを入れるところがあって、こういう感じでですね、本人の情報っていうのが入れられるので、ここに子供の名前とか、親の情報とかっていうのも、貼って入れてあげると、はぐれた時にこの子はどこの子だろうっていうふうにして、助けることができる。まあ、でもなんでこんなにヘルメットだらけかっていうとですね、やっぱり子供3人いて、もし私一人だった時にどのように守れるのかっていうのを常にやっぱり心配なんですね。なので、例えばこれ私作ったものなんですけれども、アウトドア用の、本当はこれランタンとかを天井に吊るしたりするロープなんですけど、手をつなげない、それだと困るっていうので、必ず手をつないでてほしい時はこういうのに電車の吊り革を買ってつけました。私が片手で3人と手をつなげるっていう風にして、例えば災害があった時に、荷物を持ってたりして、どうしても確実に手をつなげないっていう時はこういったものも使っていこうかなっていう風に思ってます。あとはですね、家のいろんなところに散らばってるので、ちょっといろいろ取りに行ったりしてみたいと思います。
こういうのをですね、玄関に置いておきます。重たい。ここにですね、これはね、女性用のエマージェンシーバッグになってます。これはこのままセットで買って、そのままなので、中にはですね、携帯、トイレとかですね。あとは、体を温める、ベリーウォーマーみたいなものだったりとか、笛とか、ウエットティッシュ、あとはファーストエイドキットのポーチとか、普通に生理用品あるし、あの紙ショーツ、これこんなのも入ってるっていうんですね。あ、これはすごい女性っぽいかも。アロマ、アルコール、ラベンダー、ティーツリー、サンダルウッド、安心できるような気遣いがされてますね。女性の方やっぱり女性だったり乳幼児、おむつとか生理用品とかっていうものがかなり不足するっていう風に聞いたことがあったり、日本沈没の中でも、そういうシーンも描かれたりしてるので、やっぱりあるに越したことはないかなっていう風に思います。あとこういう非常用トイレ、実際にある便器の上にかぶせて使うタイプの30回使えるっていうもので、それからトイレでいうとすごく便利で、おすすめなのがこれ、1歳から6歳まで使える、体重が25キロまでですね、携帯トイレなんですね。パカパカパカ、これ自体がよいしょ、こんな感じで座れる。この上にこうやって置いて、座って、用を足して、中に吸水ポリマーみたいなのが入ってるので最悪の場合を備えて車にも積んであります。それから、あとはガムテープとかマジックテープとか、あとサランラップだったりとか紙皿みたいなものも実はすごく役に立つし、サランラップをお皿の上に敷くとそのまま洗い物しないで捨てられるので、洗うそのお水が節約できたりとか、停電になってお水が使えないっていうなった時はそういったものが役に立つそうです。あとなんかこういう救命水って言って、5年持ちますよっていうお水ですね。あとはですね、これ缶入りろうそく、これは停電になった時に、ろうそくとして8時間も使い続けることができたり、あとは家中にもなんかそこここにその使ってないキャンドルみたいなのは、置いてあったりして、取ればよいしょ、こんな感じで IKEA で買った、ろうそくとかも、置いてあったりするので、何かあったら、どんどん使っていけるように、それから電池式の、懐中電灯とか、それがランタンになったり、それから最近は、それがあらゆる種類の電池を入れて使うことができるとか、そういった、タイプのものも出てたりとか、あとは、モバイルバッテリー、あとは8キロぐらいある大きなバッテリー、これも2日間ぐらいいろんな電化製品も使えるっていうようなものがあったりします。それからですね、これがですね、緊急持ち出し袋、我が家バージョンとなってます。ちょっとまだ使いこなせてないんですけど、こんな感じでそこが伸ばせてですね、ものすごい容量入るようになってます。やっぱり犬2匹、子供3人と逃げるにはこのリュックパンパンにしても、足りないんじゃないのかなって思います。この中は、携帯ラジオ、手巻きラジオとか、あと軍手だったりとか、これですね、なんか十徳ナイフみたいな、こういう風によいしょ、いろんな栓抜きとかハサミとかナイフだったりとか、とにかくいろいろなんか使う時に必要かなと思って、持ってます。それから、私携帯電話につけていつも持ってるのがこれと、あとこれです。これは、笛、埋められた時に使います。
あとこれはですね、ちょっと一回開くとちょっとなかなか元に戻せないのでちょっと口で説明するんですけど、これは人工呼吸をする時の、弁です。空気を送る弁。実はなんですけど、私ですね、防災意識が結構高くて、これですね、はい、これです。上級救命技能認定証、これはですね、東京消防庁から、試験を受けるともらえるものなんですけど、上級救命と普通救命の何が違うかっていうと、上級の場合小児の救急が入ってくるので、小児用の心臓マッサージ、人工呼吸だったり怪我の手当てっていうこともできるので、私は普通ではなく上級を選びました。皆さんぜひ、お近くの消防署で、開催されてると思うので調べてみてください。あとまだあるんだ、笛がね、すごくいいのがあるから、ちょっと待っててください。はい、戻ってきました。これ、すごく綺麗じゃないですか。こんな感じ、ちょっと今、大きな音が出せます。これはアクセサリー感覚で、首から下げて、やっぱり何か、やっぱり自分で声が出せないけど何か助けを呼びたい時に、体力を消耗せずにこうやって助けを呼ぶことができるし、これはですね、いろんな色とか素材のものが出てて、すごく可愛いのでプレゼントなんかにもすごいおすすめです。で、こちらです。救急箱なんですけれども、怪我を治すような、包帯だったりとか、そういった外傷を治すものっていうのがすぐ思いつくと思うんですけど、意外とこういうビオフェルミンとか乳酸菌系が、やっぱり避難所に行ったりすると普段より運動しなくなったりとかするので、お腹の調子がよくなくなる場合が、ストレスだったりもあると思うんですけど、こういったものも防災グッズの中に入れておくとすごくいいんじゃないのかなって思います。私が今持っているのは、これは、350錠入った大人向けの、錠剤のタイプなんですけれども、これ粉のタイプのは生後3ヶ月から飲めるので、赤ちゃんにも使えますので、細かいものはぜひ、子供向けに持っておくといいと思います。あとはですね、犬を飼ってたら犬のグッズだったりとか、あとは子供の場合は少しおもちゃだったりノートとかシール、折り紙なんかが、かさばらないおもちゃを防災の、グッズの中に入れておくと、いいのかなと思います。あとは、缶詰だったりっていうのもローリングストックしたりとか、そういったものも、必要になってくるのかなと思います。あげたらキリがないし、もしもっとこんなものがあるよっていうおすすめがあったらぜひ教えてください。世界中どこにいてもどんなことが起きるのか分かりませんので、備えておくに越したことはないと思います。皆さんで安全に楽しく過ごしていきましょう。